雨。雨だ。なんか気持ちいい。俺びしょ濡れじゃん。そもそもここどこだ。変だな、思い出せない。超気持ちいいんですけど、雨。ああ、雨がこんなに気持ちいいなんて全然知らなかった。なんだこの感覚。ムズムズしてきた。
見ない顔だ。ねえ、君誰？君、君、君だよ、君、君。誰？俺は天音。天音って呼んでよ。呼んでよ。呼べよ。まあいいや。で、君なんつうの？だから俺は。つうかさ、君踊れる？俺たち今から踊り明かそうと思ってんだけど。思ってんだけど。つうか踊り倒そうと思ってんだけど。思ってんだけど。どう？一緒にどう？いや、俺は。紹介します。これ友達ね。ぴょん吉とひろし。いい名前だろ。つうか君、名前なんつうの？俺は。名前だな。言ってないよ。踊ろう。聞けよ。見てみて。空。空。空？感じて。雨。雨。雨。今最高にいい雨来てっからさ、ほら行くぜ。おまた死んがうか。かける。ねえ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 、君誰？お前超探したんだぞ。どこ行ってた？つうかさ、君踊れる？俺たち今すっげえ踊ってるんだ。ギュッといない。かけるってばよ。いや、ちょっと踊れる？ねえねえ、俺だよ。わかんねえのか？ねえ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 、ちょ、うるさい。痛い。大丈夫？大丈夫？俺だよ、テルだよ。テルって、テル？もうそうだよ、俺だよ。痛い、足踏まれてる。大丈夫？大丈夫？なんだ、わかんなかったよ。なんだその格好。まだ踏まれてる。なの、お前もじゃねえかよ。え？なんじゃこりゃ。いられつろ、こっちが来てつろ。うわ、なんかつるっとするよ。つるっとするよ。脱出できない。大丈夫？大丈夫？俺もする、俺もする。脱出できた。脱出でいこう。なんなんだ君らは。逃げるぞー。うわ、あいつだ。逃げるぞ、かける。ちょっと待った。うわ、こっちこっち。逃がさんぞ。逃がさー。もう黒じゃん。なになに、何やってんの。手間のかかる奴らだ。さあお前ら、俺と一緒に来い。しつけーな、やだっつってんだろ。捕らえろ。おう、なんだやめろよ。おとなしろ。うわっ、うわっ、捕らえられてる。え、え、おい、ほら。おい、こら、黒。まさかお前まで俺を無視するんじゃないだろうな。クロ、クロ、デブ。デブ？え、嘘、俺太った？ねえ。悪口やめろと言ってるだろ。わかる。さあ行くぞ。聞いてますか？なんで追っかけてくんだよ。後でちゃんと説明してやる。おとなしくついてきた方が身のためだぞ。なんかしました？ねえ、僕たちなんかしました？いいから来い。お前もぼーっとしてねえで、なんとか家をかける。いやいや、わけわかんねえんだよ、次から次に。え、なに、どういうこと？そうだそうだ、俺にもわかるように説明しろ。ハゲ。ハゲ？え、嘘、俺ハゲてる。ねえねえ、見て、いつハゲた？ねえ。だから悪口やめると言ってるだろ。真に受けちゃうんだから俺。というか、まねえ、お前また勝手に縄張りを出たな。うるせえ、こんないい雨が降ってんだぜ。これが踊らずにいられるか。踊らずにいられるか。すぐ縄張りに戻れ、大人たちに怒られる。わ、優等生。何だと？つか、何？どうしたの？侵入者だ。カエル神社から。え、なになに、君たちカエル神社から来たもん。へえ、じゃああれだ、元人間だね。は？あまね、あまり余計なこと喋るな。元は元だろ。後で俺がちゃんと説明するから。元ってなんだよ。元は元だよ。あまね。それが今やね、こんな立派なカエルさんにおなりになって。は？あまね。だからカエルだよ。ゲコゲコって言ってみ。は？なんだよ、飲み込み悪いな。だから君たちはカエルになっちゃったの。カエル神社でどうせいたずらでもしたんだろ。そういうことだ。もういいだろ、来い。バカ言ってんじゃねえよ。お前冗談ならもっと面白いこと言えよ。信じないって。残念だったな、事実だ。夢か、夢で当てる。夢、諦めろ。夢じゃないし。夢じゃなきゃ何なんだよ。頼むな、連れて行け。離せよ。いい加減にしないか。台無しだよ。さっきまですっげえ気持ちよく踊ってたのに。え、
もう、どっか行けよ。なになに、君やっぱ踊れんの？ねえ、どうなのさ、ねえ、どうなのねえ、ねえ。せえな、お前と一緒に踊る気はねえよ。つかもう、ほっといてくれよ。なんだよ、夢の中ぐらい気持ちよく踊らせてくれよ。かける。くそ。何なんだろうか。さあな、まあいずれにしろ人間だったものを野放しにはできない。連れて行くぞ。なんだ、言ってんだろ。あまね、お前も手伝え。まあよくわかんねえけどさ、でもそういうことならみんなで踊ろうぜ。あぜそうなる。うるせえてめえぞ。てめえそう嘘、カエルなのに。いいか、俺この辺じゃ最強のダンサーってことになってっから。まあ君がどの程度のもんか知らないけど、人間レベルでしょ。俺らカエルはダンスじゃ絶対負けないんで。何言ってんだこいつ。ヒロシ、ピョンキチー。雨が降ってんのに楽しまないなんて、カエル失格。いや、ダンサー失格だ。ダンサー失格とかそういうのどうでもいいから、お前ら今すぐ踊るのやめろよ。いやー危ない。いやいやー、やめると言ってるだろ。いや危ない、危ない。いいか、スニービー、ゴーに行ったゴーに従え、カエルになってはカエルに従えだ。よし、行くぜー。下手なダンス見せるには怖いです。てか悔しかったら踊ってみろって、見ろってよ。踊れんだろ、かける。そんなに見たきゃ見せてやるよ。やめろよお前ら。
ほら戻れよ早く。いや、おい俺の話聞いてんか。はい。いや、かける。なんだよなんだよ、結構やれんじゃん。うるせえ。もういい、お前だけでも来い。やだよ、もう勘弁してくれよ。あれ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 ってバカにしてんのか。おお、そっちの新入りもいけんじゃん。知らねえよ、体が勝手に。ああ、それは身も心もすっかり帰りになったってことだね。そうなんじゃねえっつろ。踊るのをやめろ。無理勝手に動くから。お前らまで何で踊る。ごめんごめん、楽しそうだから参加するわ。イエーイ、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 ヘイ、やっくろー、イエーイ、はぁ、ほら、クロも踊れ。我慢は体の毒だぞ。雨が降って踊りたくならないカエルなんかいないんだ。お前だってそうだろ、ジャロー。イエーイ、ほら、はい、イエーイ、イエーイ、おい、おい、おい、どうすんの、おい、おい、こんなに空いてんだからこっち使えよ。おい、なあ、そう、俺はこの連中を大人たちのところに連れていくという任務ができちゃう。イエーイ、ダンスコンクール最優秀個人賞の発表です。最優秀個人賞はエントリーナンバー125番、おめでとう。
負けちゃったな、かける。うちのスクールじゃかけるより上手いやつなんて見たことなかったんだけどな。大会とか出るとさ、やっぱすっげーのがいるんだな。なあ、ほんと広いな世界って。井の中の蛙か。かける、ダンスをやめる？ダンススクールも？どうして？ずっと頑張ってきたんじゃないか。一度負けたくらいでなんだ。待ちなさい、かける。父さんの話を聞きなさい。そんなもんだったのか。その程度だったのか、お前の本気は。なあ、かける。どうなんだ、かける。かける。熱くねえよ。結構暑いんだな。暑いよ。お前が田舎なら涼しいって言うから来たんだろ。全然涼しくねえぞ。黙れセミ。言葉わかるのかな。お前なんか踏んでるぞ。え？うお、カエルだ。気持ち悪い。大丈夫、生きてる生きてる。女座りしながら逃げてる。本当だ、女座り。なあ、まだ東京の話聞いてねえよ。聞いて面白い話なんてないって。聞かせろよ。本当大して話すことなんてないんだよ。なあ、かける。なんで出るんちって今時エアコンも買ってくんねえの。ひなになんだよ。ねえ、なんで。ばあちゃんが怠け者になるからダメだって。今時言うか、そんなこと。やめろよ、恥ずかしいんだから。いいんだよ、今自分で買うんだ。どうやって。働いて。お前高校行かないの。行くよ行く行く。大学だって行きてえもん。もっと先だ、いずれの話。ずいぶん先の話だな。いいだろ。高校行って大学行ってエアコン買って年取って、そういう人生か。寂しい言い方するなよ。エアコンが最終的には夢みてえだろ。小せえ小せえ、もっとあるよ、やりたいことだらけだっつん。例えばまずは高校行って。ほらやっぱり、高校行って大学行ってエアコン買えなくて。エアコンすら買えねえのかよ。俺なんて大学もまだ考えたことないからな。お前にはダンスがあるもんな。ゆくゆくはあれだろ、ダンサーだろ。すげえな、プロダンサーってか。ふぅふぅ、やめろよ。なんで練習してねえの、ダンス。なんかあったんか。なんもなんもなんもないよ。やりたくないだけあるだろ、そういう気分。ダンスが全てじゃないっていうか、高校受験もあるし、忙しいっつうか。へえ。つか暗くない。本当だ、夕立ちが来るかもな。マジでやばいじゃん。大丈夫だよ、神社の中で雨宿りできるから。やだよ、気味悪いよ。はっ、つか古い言い伝えがあってさ。いい、そういう話は。お前ビビってんだろ。ビビってねえよ。実はここおかえり神社。何勝手に話し始めてんだよ。昔さ、よく神隠しとかあったんだって。神隠しだ。神隠しさ。もうだから嫌なんだ、田舎は。SF かよ。もう行こうぜ。待てよ待てよ。でも帰ってくるんだよ。いなくなるんだけど、まず間違いなく帰ってくるの。だからおかえり神社って言うんだけどさ。どこ行ってたんだよ、その神隠しにあったって人たちは。
知らない。なんだ、そうか。違うよ、マジマジ。なんで知らないかっていうと、みんな神隠しに会ってた間の記憶がないからなの。もう、ホラーじゃん、完全に。すっげえ昔の話だって言うからさ。でもだから、今でもあまりここには近づかない方がいいって言われてるんだよ。そんなとこに連れてこられたら俺はどうすればいいんですか。大人たちの作り話だと思うんだけどさ。なんで？勝手に入り込んで遊ぶやつがいるからじゃん。あ、でな、もう一説によると、ここってなぜかカエルが祀られてるんだけどさ。ほら、これもカエルだろ。それがどうして。お、だからカエルにいたずらしたやつにカエル様の罰が当たったんじゃないかっていう説があるんだよ。お前さっきカエル踏んだじゃん。うわー、ただの言い伝えだって。だけどさ、大丈夫大丈夫、そんなこと言ったらもう雨の日なんか踏んづけまくりだって。おお、蹴った。起き上がる、起き上がる。これ、え、お、なんだこれ、面白い。知らなかったよ。おい、うわうわ、うわ、雨じゃん、テル。雨だよ、どうすんだよ、テル。テル、テル、おい、テル、どこ行ったんだよ、あいつ。カエルの罰。待ってよ、俺何もしてねえよ。うわてポーズ、はい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 、楽しいな。さ、俺はダンスが嫌いだ。練習してたろ。あ、そうだ、マネ、前から気になってたんだが、お前タトゥー入れたか。これか。ああ、これはな、あざ。あざ、人間に踏まれたんだよ。何？これはアディダスのディダの部分だ。まあ、なんとか逃げられたけどな。こうやって女座り逃げ。で、あ、どうなりそうなんだよ、あいつら。ああ、まだ向こうで話し合ってる。うん。大人たちも久しぶりのことで戸惑ってるんだろ。仲間にしてやりゃいいじゃん。かなり踊れるみたいだし、俺はいいぞ。お前がよくてもダメだ。なんせ人間は恐ろしい生き物だからな。また言ってる。先生が言ってたことだ。お前たち知ってるだろ。まあな、俺の親戚の親戚も、ケツになんか刺されて爆発したって聞いたことないし。え、ケツが爆発？恐ろしい。それは人間の中でも特に子供と呼ばれる種類の仕業だ。あと、ただ意味もなく遠くにぶん投げられて帰ってこなくなったのがいるってのも聞いたことがあるぜ。え、なぜ意味もなく遠くに投げるの？キャッチボール？恐ろしい。それも間違いなく子供というやつは仕業だ。恐ろしい。ちなみに先生から聞いたんだが、子供というのは我々カエルでいうところのオタマジャクシだそうだ。オタマジャクシだぞ。オタマジャクシレベルの未熟な連中にでも遠くに投げたり爆発させたりするんだ。大人になったらどれだけひどいことをするか想像してみろ。なあ、大人はカエルを食うらしい。ええー、食うの？食われんの？刺身、唐揚げ、レモンとか絞って。恐ろしい。なんせ人間とは関わらない方がいいということだ。そっか、まあでもいいじゃん、仲間にすればさ。お前は話を聞いていましたか？いいか、カエル様の罰を受けるような奴らだぞ。きっとろくな奴じゃないんだよ。いいよいいいい、俺は俺が踊りでや、もう何でもいいんだ、もう任せた。能天気すぎる。は、踊りたいって言ってるだけです。踊っちゃいけないのか。いいだろ、お前だって踊るの好きじゃないか。バーカな、俺はダンスが大嫌いだ。はい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 。クロ、なんだ。人間たちの処置が決まったみたいだ。どうなったどうなった。死刑だって。死刑、今晩執行みたいだ。マジで。ああ、はい、トンベバトブレグリッサードグランジュッテタンタティーケティーケイタリアンフェッチ。やっぱ好きなんじゃん。足つった。
おい、何やってんだよ。外れねえんだよこれ。くっそ、皮膚がツルツルすべっか、ちょっと力が入らねえ。ちょっとかける、手伝って。かける、かける。お前は座敷わらしか、じっと座ってねえで何とかしろよ。何とかって、何とかっつったら何とかだよ。引っ張ったりこすったりさ。とりあえずこすれ。うおーって、ほれ。お前のそういうがむしゃらなとこ、結構鬱陶しいよな。てめえ、死刑になる前にぶっ殺すぞ。ギリギリまで頑張れ。応援するわ。お前何、自分は関係ないみたいな姿勢取ってんだよ。つかなんだその昼下がりの主婦みたいな座り方は。現実逃避すんじゃねえよ。いや、なんかもうさ、こういう人生だったんかなって思うわ。あ？なんつうか、ダンスもダメ、カエルもダメ、で死刑。そういう人生。やっと話しやがったな。あ？ダンスのこと、うまくいってないって。お見通しだよ。お前が練習もしてないなんておかしいと思ったんだ。ダンスもダメってなんだよ。何があった？今更話すことじゃねえよ。聞かせろよ。そりゃ、ほんとはなんかこの、さ、こすりながら聞く話じゃないとは思うんだけどさ。うん。すげえ目障り。うるさいよ。ほら、ほら、早くしないと摩擦で火が起こせちゃいますよ。わかったよ、うるせえな。話せよ。大会でさ。負けちゃってさ。引っかかって引っかかって。なあ、なんとか言ってくれよ、テル。待って。なあ、テル。痛い。おい、何やってんの、面白そうだな。全然面白くねえよ。お前が回るから引っかかっちゃったじゃないかよ。お前、こっちは真剣に話してんだぞ。もうダメだよ、俺。挫折が大きいよ。お前は現代っ子か。んだよ、それ。じゃあお前は何っ子だっちゅうの。そういう話じゃねえよ。俺は末っ子だ。しかも末っ子の鍵っ子だ。じゃん。それで落ち込んでるってわけ。お前は絶対俺を無視するよな。お前の生い立ちなんか聞きたくねえんだよ。鍵っ子で威張んな。へえ、これが今から死刑になるやつか。へえ。ふびーん。くっそ、差し違えたい。あのカエルと差し違えたい。落ち着けてる。カエルと差し違えたなんて松代までの恥だぞ。あ、何のために俺がここまで付き合ったと思ってんだよ。え、気が変わっちまうっつの。え、まさかお前、助けに来てくれたのか。助けに来てくれたのか。助けに、バカ。え、届かないの。ダンス届かないの。うわ、そうや、うら、届かないんだ。助けに来て。お座り。逃げろよ。絶対逃げ出してるからな。なんだよ、助けてもらえると思ったってか。うるせえよ、帰る。お前もな。ゲロゲロ。いつか頼ってんじゃねえよ。なんとかしてみろっつの。ああ、それだから大会では負けるんだな。ほら、負け犬の目だ。負けガエルか。やあ、カエルくん。ゲロゲロ。情けない。そこそこ踊れるくせに。そこそこだと。お座り。ワン。そこそこだろ、あんなの。てめえ、そんなこと言うためにここまで来たのか。は？バカお前、俺はな、何言いに来たんだっけ。お前もうどっか行けよ。うるさいうるさい。あれ、なんとなく嫌味言うために来たんだっけ。ほんとバカだな。バカだ。バカだ。うるさいっつの。俺は末っ子でもなくガキっ子でもない。聞いてねえよ。あまね。お前何をしている。別に脱走させようとか考えていないだろうな。考えてねえよ。まったく、姿が見えないって思ったらこれだ。いい加減にしろ、バカ。お前まで言うか。あと数分もすれば大人たちがやってくる。そしたらお前らは死刑だ。それってやっぱり本当なんですかね。本当だ。夢じゃないぞ。もういい加減わかってるだろうがな。急げ、かける。無駄だ。つか俺の目の前で逃げようとするな。どういう神経だ。死にたくないからだよ。だろうな。だが残念ながら決まったことだ。ふざけんなよ。ふざけんじゃねえよ。お、やるか。大丈夫だよ、届かねえから。そうか、届かないか。お前らに、あー、届いた。まだ人生15年だぞ。ふざけんじゃねえよ。これからどんだけのあれとかこれとかが待ってると思ってんだよ。ちっちゃも具体的じゃねえ。カエル様を侮辱した罰だ。ちょっと蹴っちゃっただけじゃないかよ。十分ひどい。諦めろ。やだよ、やだよ。何か言い残したいことがあるなら聞いておいてやるぞ。聞くだけだが。ないんだな。
容赦まに行こう。こんなところにいたらなんて言われるか。なあ、もっと踊りたくねえの？お前だよ。大会に出たってことはそれなりに本気だったってことじゃねえのか。なのにもう踊らねえつもりなのか。あまあね。なあ、踊らねえのかよ。どうしてあまねえ。踊れっつってんの。だってお前なかなかのもんだって。俺より下手だけどなかなかだった。なのにもうすぐ死んじゃうっつうのに何やってんだよ。踊れよ、踊れって。あ、思い出した。何よ。俺これ言おうと思ってここまで来たんだった。はあ、バカじゃねえの。はちゃんと思い出しただろ。違うよ、踊るわけねえってこと、こんな状況で。なんだよそんなもんかよ。その程度かっつうの、お前の本気はよ。そんなもんだったのか、その程度だったのか、お前の本気は。まあいいさ、お前の勝手だ。俺は踊り続けるぞ。じゃあな、ヘナチョコは相手にしてらんねえ。ちょっと待てよ、ヘナチョコってなんだよ。カケルは全然ちっちゃい頃からダンスやってて、いつもいつでも仲間の中で一番だったんだ。俺知ってんだよ、こいつはすげえんだ。テール、お前なんかより数倍出来がいいんだよ。へえ、だってさ。やってやれよカケル。お、やるか、対決しようぜ。はぁ、何やってんだ、踊れ、見せつけてやれよカケル。っていうかテール、はぁ、外れてるぞ。え、うわー、なぜバラル。助かった。お前らこの人に座りなさい、戻りなさいと言われて素直に戻るやつがいるか。おい、何やってる。わー、脱走か。どうする、かける。さあ、しょうがねえ、やってやるか。いいぞ。おい、かける、かける、ああ待て、何やってんだよお前。だってさ、まだあいつのダンス対決が終わってないからさ、今殺したモヤモヤとしたことになっちゃうじゃん。お前のやってることはもはや犯罪だぞ。知るか。黙れ。Ah!
ぞ。これは本当にまずい。このままで俺たちが脱走を手伝ったことになってしまう。どうすればいい？どうすればいいんだ？ダンススクールなんてあるんだ。まだ。いいな、ダンスが習える学校か。いいな。お前独学か？うん、カエルはみんな一人でにダンスを覚えるから。いやすげえのカエルって。もう。いや、羨ましいよ。だってダンスだけ習ってりゃいいんだろ。最高じゃん。勉強もするよ、それ。いいなぁ。行きたいね。よーし、わかった。みんなで考えよう。どうすればさりげなく縄張りに戻れるかな。みんなで考えれば早いさ。はい、じゃあ行こう。みんな考え、スタート。なあなあなあな、どんなとこなんだよ東京って。え、やっぱあれか、電車は一応前か。まあ大体そうだけど。そうだけど。じゃああれか、踊れるやつもいっぱいか。あー、まあいるね、いっぱい。いるいる。いっぱいか、楽しそうだな。そうか。そうか。だって楽しいだろ、そこら中で人が踊ってるんだってさ。そこら中で踊ってるんだけど。あー、くそ、俺も満員電車で派手に踊りて。これ無理だ。捕まるぜ多分。なんで。はい、時間でーす。何か思いついた人を教師な。好きな人いる？好きな人言い合いっこしようぜ。来るわ。来るわ。俺はイボイボリの南ちゃん。うわぁ、お前ら修学旅行の楽しい夜から。乗れ来い、乗れ。え、ほら、来い。あはは、学生時代の楽しい夜で。あはは、あはは、こらお前らは状況を理解してるのか。とんでもないことをしてしまったんです。俺たちは死刑囚を逃がしたんだよ。このままじゃあな、最悪俺たちまで死刑なんだよ。え、マジで？遅いよお前は。な、俺も死刑なのか。俺に聞かれても。どうすんだよ、やべえよ、どうすんだよ、やべえよ。お前本当に分かってなかったんだな。つかさ、そもそもなんで俺らが殺されなきゃなんねえんだよ。ふっ、そんなの人間たちがどれほどの街道をいたぶりないがしろにしてきたか考えろ。当然の報いじゃないか。そんな、じゃあ何か、人間の全責任を俺らに取らせろっつうのか。まあそういうことだ。叫んなよ、おめえよそんなの。大人たちが決めたことだ、黙って従え。だからって、はい死にますって言うのかお前は、このバカ。バカだと？俺はバカじゃないぞ、俺はバカじゃない。なんだよ、ムキになんなよ。足踏まれてる。すまん、興奮して。というか悪口やめろ、間に受けちゃうんだから俺。あ、こいつ人間の時俺のこと踏んだことあるやつ。え、お前あん時のカエル女座り逃げろ。ああ、これテルのアディダスのディダの部分だ。めんどくせえな、どいつもこいつも。まあ実を言うと、俺も死刑になるとは思ってなかった。え、言っても追放、運が良ければ人間に戻してもらえるもんだと思ったんだが。なんだよ、戻れるのか人間に。戻れるはずだ。昔はよくこっちに人間がさまよい込んできたらしくてな、その度に記憶をなくしては元の場所に帰ってたそうだ。それっておかえり神社、神隠し。ああ、人間の王者そう呼ばれてるらしいな。こっちではカエル神社って呼ばれてる。お前あれ本当だったんじゃねえか。俺も今びっくりしてる。そこでカエル様の機嫌を損ねるとカエルにされてしまうらしいんだ、お前たちのようにな。完全にお前のせいじゃねえ。いや、お前だってはしゃいでたじゃんよ。じゃあさ、元に戻してくれれば済む話なんじゃねえの。戻せよ元に。それがそうもいかないらしい。なんで。俺たちの縄張りにはカエルを人に変える方法を知る者がいない。カエルを人に変えるだって。ダジャレかな。ダサくねえ。お前ら本気で聞く気あんのか。じゃあ何か、結局ダメってことか。少なくとも俺たちの縄張りではな。だよそれ。もう何年も人間がこっちにやってくることなんてなかったからな。それでカエルの大人たちも戸惑ってたんだ。だからって死刑って。正直言う、行き過ぎだと思った。だけど俺にはどうすることもできないから。すまない、本当にすまない。まあいいよ、お前が謝らなくてもな。うん、仕方ないよ。そうそう、気にすんな。そうか、ありがとう。じゃあ戻って死んでくれるんだな。いや、それは話が別だよ。死んでくれないの。あげないよ、てめえどういうつもりだよ。早く縄張りに戻りたいんだよ。こんなめちゃくちゃなことするの初めてで、俺今内心ドキドキなんだよ。だからってお前。いや、悪いと思ってるんだ、悪いと思ってるんだけど、だけどどうしていいかわからないんだ、わからないんだよ。ずっと大人たちの言う通りに生きてきたから、こんな時どうしていいかわからないんだよ。わからないんだよ。俺たちも考えるか、どうするか。だな。お前ら。しょうがねえよ、気にすんな。お前だって巻き込まれた方なんだ、あいつに。一丁前に考えるふりしやがって。なあ。あ、結局のところ人間になるにはさ。またその話してんのかよ、無理だっつったろ。いや、ほら、黒言ったよな。ああ。人間に戻れるのかって聞いたら、お前なんて言った。だから俺たちの縄張りでは無理だって。ほら、じゃあ他の縄張りまで行けばいいだけじゃん。いやいや、天音くんね。ほらほら、他の縄張りまで行けばさ、人間になれる方法を知ってるカエルがいるかもしれないわけじゃん。教えてもらえばいいわけじゃん。バカかお前は。
カエルが縄張りを出るということがどういうことか分かってんのか。死ぬほど危険なんだぞ。ここまで来たら同じだろ。どうせ戻ったとこでこいつら死刑なんだし。だからほら行こう、探そう、人間になる方法を。ほらちょっと待て、お前まさか自分も人間になろうだなんて思ってないだろうな。思ってないよ。思ってるよ。そのすごく長い間思ってるまだダメだぞ。無理。なんで、なんでって当たり前だろ。カエルが人間になってどうするんだ。学校行ってダンスを習うって、満員電車の中で踊りまくるんだ。だからそれ捕まるってば。なんでバーカ、ダメだぞ。頭固いよお前は。誰でもそう言うよ。俺もこいつの意見に賛成だわ。はぁ、こいつの言った通りさ、俺ら戻ったところで今度は脱獄犯だ。刑が軽くなるはずがない。だったら俺可能性がある方にかけたい。おお、いいね。お前分かってないぞ。いいか、お前は今カエルなんだ。カエルが森の中うろちょろしてみろ、すぐにヘビとか鳥とかネズミとかそういうのに狙われるんだよ。だからってこのままぼんやり流されるわけにいかねえんだよ。やだよ、戻りたいんだ。俺まだこれっぽっちも満足してねえからさ、自分の人生戻りたいんだ、人間に。よく言った、早速行こう。日が暮れたらやばいぞ。お、行こう行こう。おい、こら、甘れ、戻れ。おい、バカな、自殺行為だ。お前はどうするんだ。どうした。いや、ちょっと分かんなくなってきてさ。え、俺がカエルになってすぐさ、雨が降ってて、なんかすっげえ気分が良くなって、もう二度と踊りたくないって思ってたんだけど、なんか無性に踊りたくなって、ちょっと踊ってみたらもっと気分が良くなって、なんか嬉しかったんだ。嬉しかったんだよ。人間だった時はあんなに気持ちよく踊れたことなんてなかったかもしれない。人間だった時は今ほど生きてるって思ったこともなかったかもしれない。なんか今は今でまあいいかなって。何言ってんだろうな俺。だけど人間はかわいそうだ。え、大会に出るほどの腕があったんだろ。それが二度と踊りたくないと思うなんて、やっぱり人間の世界は恐ろしい。そうかもな。俺はダンスが好きだ。え、そうなのか。そうだ、人前では踊らないぞ、発射ないからな。だけどダンスは好きだ、間違いなく楽しいからな。ああいや、だからなんだっていう話だが、まあなんだ、つまり俺はカエルに生まれてきてよかったということだ。そっか。ああ、結局行くのか。まあ俺には戻る場所なんてないし、行くよ。まだ何もわからないままだけど、行けば何かわかるかもしれない。お前はどうしたいのさ、思ってること言ってみろ。聞いてやる、俺の話聞いてくれたから。なんていうか羨ましいと思ってる。え？アマネのことだ。あいつは自由だ。踊りたいときに踊り、生きたいように生きる。周りのことなんてお構いなしだ。俺にはできない。俺は今まで大人たちの言う通りに生きてきたから。俺には俺の意志が分かったから。そうか。だから俺はあいつが羨ましいんだ。そうか。でもいいか、俺はあいつじゃないぞ。俺には俺の考え方がある。うん、だから俺は、縄張りを出る。え、マジで、なんで。なんでだろう。大丈夫か。わからない、今すごくドキドキしてる。だけどとにかくあのバカには負けたくないし、あのバカをほっとくわけにもいかないんだ。お前って疲れるだろ。なんだって。なんでもない、なんか楽しくなってきたな。何のんきなこと言ってるんだ。いいか、森の中にはそれはそれは恐ろしい蛇やらネズミやら鳥やら、ああ恐ろしい。
恐ろしい。かけるくん一人にしないで。なんだよ、気味悪くねえか。え、なんか出そうだな。大丈夫だよ。うわあ、うわあ、おお、びっくりした。押すなよ、押すなよ、押すなよ、押すなよ。いない。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃねえよ。ビビって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 ねえよ。いない。あまね、場所交代して。もういいよ。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃねえよ。ビビって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 ねえよ。いない。天敵怖がんねえぞ、気合せなぁ。どうぞ1ミネズミやヘビ取り襲ってこないでね。イエーイ。あまね、場所交代して。もういいよ、行くぞ。ついてこい。おい、本当にこっちでいいんだろうな。おう、任せろ。さっきトカゲのおっさんも言ってたろ。言ってた言ってた。大丈夫だ。俺たちはいろんな奴から情報を得て、ひたすら森の中を突き進んだ。天敵怖がんねえぞ、気合せなげえぞ。そいちびれずにやヘビ取り襲ってこないでね。ほら、暴れ遅いぞ。早い早いよ。ああ、ちょっとみんな待って待って、お願い待って。ほら行け。ああ、みんな早い、早すぎる。ほら行け。どうして道に迷ってる、不安募ってる。本当に迷っちゃったんじゃないのか。お、今度あのばあちゃんに聞いてみようぜ。お、すいません、帰りのばあちゃん、この先に殿様ガエルの村ってありますか。いや、みんな顔だね。よそ者のカエル。ああ、はい。下のカエル神社の近くから来ました。ああ、それは遠路はるばる、どうしてまた。あの、実は僕とこいつ人間なんです。で、人間に戻る方法を知ってる偉いカエルを探してて、はい、さっきも寮中で出会ったトカゲのおっさんの話によると、この先の村にすっげえ神社の殿様ガエルがいるって。その方なら何か知ってるんじゃないかなと思いましてね。なあばあちゃん、知らないか、殿様ガエル。殿様ならこの先にホラー穴があるでよ。その中に。じゃあやっぱこっちで会ってた。急ごう。ありがとう、ばあちゃん。え？気分どげよ。待ってよ。かなり奥まで来たからな。本当にいんのか、こんな気味の悪いとこに。分からないけど、信じて進む以外ないだろ。殿様、おい、
やってんなよ。返事するかなと思って。失礼だろ。は？呼び捨てにすんな。殿様様？いや、それはおかしいだろ。アグネスちゃんちゃんかよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。さあ。なんだ今の。殿様か？呼び捨てにすんな。殿様くんか。同級生かよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。さあ。ん？なんだよ。いや、今なんか動いた気がして。え？何もいないようだが。なんだよ、かける。変なこと言うなよ。でも、そんな気がしたんだから仕方ねえだろ。ああ、なんだよ。いや、やっぱなんかいるよ。なんか気配感じる。やめろよ、てめえ適当なこと言うな。適当じゃねえよ、感じるんだ。まだそういうのって言ったっつんだよ。なんだ今の。殿様か？呼び捨てにすんな。殿様ちゃんか？彼女かよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。さあ、鳥じゃねえ。鳥か。うわぁ、なんだ今の。猫じゃねえ。猫もいんのか。いるんじゃねえ。うわぁ、今のは牛じゃねえ。一体どこなんだよここは。川村お前ら聞いたか今。ああ、なんだ。蛇じゃねえ。やめよ、早く行こう。ちょっと、おい何やってんだよ。行こうぜ。おい、もう何やってんだよ。俺たちは蛇の気配を感じただけで動かなくなってしまうようにできている。はあ、蛇に睨まれたカエルだ。初めて見た。本当に動かなくなんだろ。無理、動けない。マジかよ。あのさ、今ふと思ったんだけどさ、すっげえ絶望的なことを言っていい？言うなって言っても言うじゃん、お前。うん、あのさ、もしかしてさ、殿様も蛇に食われちゃったんだ。言うな、そういうことを。何なんだよ、動物園かよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何する？わかんねえ。わかんねえじゃねえだろ。あれ？え？動かない。え？やべえ、あれも動かない。バカ、お前まで何？俺もだ。あと、フクロウの手の位置もやべえ。俺の手の位置もやべえ。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 あ、少し動いた。手足を少しずつ動かすんだ。うん。動いた。動いた。動いた。逃げるぞ。ああ、動かねえ。
また動かねえ。食われる食われる。こんな体勢で死ぬのかよ。勘弁してくれよ。やだよ。なんだ今の。怖え。動いた動いた。よし行こう。動いてる。この調子で逃げるぞ。行け。でかい。蛇より強くあるって初めて見た。あなたが殿様か。うんだ。喋った。でかいのに喋った。ほら大きくても喋る。あの殿様。呼び捨て。殿様はヒーローかよ。実はこの二人元人間なんです。我々は彼らを元の人間に戻す方法を知るためにここまで来ました。どうか殿様。呼び捨て。殿様ピー。アイドルかよ。教えてください。少年よ、どんな悪さをした。あのカエルの石像をちょっと蹴っちゃいまして。はい、こいつが。もしもごめんなさい。よいよい、それぐらいの方が活気があってよい。もしかして今笑ったのか。そうだよ。な少年よ、人に戻りたいか。はい。お前は違うだろう。いいのか。え、いいのか。本当に人に戻ってしまって。どういうことですか。人の世界は辛いことばかりだ。怒り、妬み、そしり、悲しみは尽きることがなく、時として幼い心では耐えきれぬほどの虚無が襲いかかる。それが人の世だ。わかんねえ。どういう意味だ。いいのか。お前たちに人として生きていく覚悟はあるのか。覚悟はあるのか。あれダムから黙れよお前。どうなんだお前ら。カエルもまた悪くない生き物だ。急ぐことはない。よく考えて答えを出せばよい。ケルテルどうしたんだよ。さっきから黙っちまってよ。人間に戻りたかったんじゃねえの。はい戻りますっていやいいだけじゃん。おい何とか言えよ。なんだろうな、俺も言い返せなかった。でかいだけだぜ。そういうことじゃないんだよ。だからいいのかって言われてすぐにいいって言えなかったことがなんかショックっつうかあれってなって、でなんかぐるぐる考えてるうちに答え出せなくなってた。人の世とはそんなにも辛い世界なのか。どうだろうな、辛いことばっかりじゃないと思うよ。おう、だったらいいじゃん。言い返してやったらよ。言い返そうと思ったよ。思ったけど俺そんなにいいと思ってないからさ、自分の人生。そうなのか。いいと思ってないっていうか悪いとも思ってないっていうかなんもないっていうか、だからそんなことありませんって言い返したとしてその先は出てこないなって思ったんだよな。俺なんてさ、かけると違ってなんもねえからさ。え？なんとなく学校行って高校大学就職でなんだ結婚、あその前に絶対エアコンは買ってみたいな、そんだけみたいなさ感じでさ。でもそれじゃ物足りねえって思ってんだよ。なんかやれよって思うんだ。
でも具体的なものが何もイメージできないんだよな。テル、お前はいいよ。やりたいこともあってさ、親父さんにも応援してもらってさ、幸せだよ。そんなことないよ。あるよ。俺は虚無だ虚無。俺にはなんもねえ。戻っても何すんのっつ話よ。いいじゃん、それだけあれば十分じゃん。え、俺なんてダンスだけで十分だぞ。なのにお前はなんだ、学校、就職、結婚、エアコン。お前は戻ってどれだけのことをしようとしてるんだ。俺だったら多すぎてなんかぼーっとしちゃうよ。逆にとりあえずお前は学校行け、俺はダンスを頑張る。それで十分なんじゃないのか。おい、なんてか言えよ。いや、バカは強えなと思って。は？ああ、ごめん。そうか、俺にはやることがいっぱいか。おう、なんだよジレってえな。テル、ん？お前は言っていた、流されるのは嫌だって。だから、そんな臭いこと言った。満足してないとも言った、人生に。だから戻りたいとも言ったかな。言った。だから俺は思う。お前に言う通り、お前の今までには何もなかったかもしれない。だけどこれからのお前にはきっとたくさんの何かが起こるはずだ。お前にはこのままでは終わらせたくないという強い意志があるじゃないか。何かがあるから戻るんじゃない、戻った先には何かがあるんだ。お前自身そう思ってるんじゃないのか。だから戻ろうと思ったんじゃないのか。後ろを見るな、未来を見ろ。先ははるかに殴らない。え、もう今噛んだろ。うん、噛んだ。はるかに長いって言おうとして噛んだろ。うん、噛んだ噛んだ。うるせえよ、いちいち。もうやめろ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 。あー、くそ、もうお前とは一生喋らない。本当に何かあるのかな。あるさ。そうか、しょうがねえ。戻るか。おーい、殿様、戻してくれ。俺たちを戻してくれ。俺も戻してくれ。どたくさに負けて何を言ってるんだ。おーい。そして俺たちは殿様にもう一度必死の願いをし、人間に戻る方法を授かることができた。あとはお帰り神社に戻るだけだ。俺たちは元来た道を必死に戻った。俺たちは元来た道を必死に戻った。しますよ、カエル様。なあ、え、本当に人に戻れんのかな。どうだろうな。でも殿様の言ったことを信じてみるしかないだろう。いいか、おさらいだ。カエル様カエル様って唱えながら、カエル様の体をなでなですると呪文が出てくるから、それを見事に3回早口で言えれば一歩人間に近づきます。そして最後にもう一度カエル様の体をなでなですると、気がついた時にはもう人間ですと。完璧だな。よし、やってみようぜ。お、せーの、カエル様カエル様カエル様。お、なんだこれ、ファックスかこれ。お、
なんだこれ。唱える。九州空港の究極高級航空機。こんなのあんのか。九州空港の究極高級航空機。というか、なんか、なんだこれ。リズムよくないかこれ。これ。究極高級航空機ってなんかよくないか。でも言えてないぞ今お前。言えてなかったぞ。そこは突っ込むね。あ？そこは突っ込まないでくれよ。俺飛行機すら乗ったことねえのに、なんだこれ。おい、九州空港の究極高級航空機。究極高級航空機みたいな、なんか。すごいな。高級のさらに究極を言ったら、そこは空空航空機。金ピカなんだろうな、この飛行機は多分。ああ、ピカピカの、あ、まあいいや、そんなこと。あ、そうだ。とりあえず、テルやってくれよ。え？俺？いや、悪いけど、これは俺にはちょっと酷だわ。何それ。いや、やってもないのにそれはないだろ。なんか、まあいいや。感じ。じゃあ、ちょっと待って、練習させて。うん。行くよ。覚えなきゃな。よし。うん、九州空港の究極高級航空機。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 九州空港。究極。え？どうした？究極航空航空機。究極航空航空機。そうだよ、お前。何やってんだよ。早くやれよ。九州空港の究極航空航空機。いいからやれって。よし、行こう。こうするといいってね、言ってたんだよ。うん、あの、早くしろ。行くぞ。よし、九州急行の、ちょっと待って、やり直させて。ちょっと待って。ああ、いいよ。別に俺何も聞いてないからさ。なんでちょっと冷たいんだよ。いいからやるよ、早く。まあいいや、やるよ。行くよ。せーの。九州空港の究極航空航空機。九州空港の究極航空航空機。九州空港の究極航空航空機。え、逃げたよね。はい。え、俺分かりました。何？究極航空高級だよね、これ。航空航空機って言ってたよ。え、俺ごまかしちゃった？うん、ごまかしてたよ。嘘。うん。ちょっと、あ、じゃあお前やれよ、お前。あ、何思い出した。何思い出したの？九州空港の究極高級航空機。思い出していいか、そのまんまだよね。でも、一つ言っていいか、うん、覚えれないから見ていいか。いいよ、いいよ、俺やれよ、お前、見てやれよ。いくぜ。お、九州空港、え、九州空港の究極高級高級機。九州急行の究極高級高級機。九州急行の高級高級高級機。誰だって。全然九州航空の究極高級航空機って誰だよ、全然。そんなんじゃ人間に戻れないって、どう、全然言えないな、これ。やべえ、やべえ、やべえ。本当に、やべえ、ちょっと助けてもらう。助けを呼ぼう。おい、よし。あばれー、袋ー。おー、なんだ。なんだ。あー、よかった。呪文出てきたんだけどさ。お、難しいんだよ、これ。九州が高級だか、航空だか、よくわかんない。漢字ばっかりだな。漢字ばっかりなんだよ。なんて読むんだ？なんて読むんだ、これ。え、九州空港の、究極高級航空機。すごそうだな。航空機。究極高級航空機。高級航空機。なんだよ。え、これ読めなかったの？これ読めなかったの？え、何その読めるみたいな感じ。3回で早く言えるんでしょ？そう。できなかったの？できない。簡単じゃないこんなの。すげえこいつ。簡単でしょ？やるな、お前。え、簡単でしょ？やっていいよ。え、やってよ、やってよ。ぜひやってよ。ちょっと、あまり言って。何それ。え、何それ。流れ的にお前だろ今の。おいおい、意味が分かんないよお前。よし、行け、あまね、頑張れ。こいつできるぞ絶対。お、マジで。なんでちょっと変に上げたのに。いいから行こう、早く。ハードル高いな。九州空港の究極高級航空機な。お、いいぞ、いいぞ、調子いいよ。いいか。お、いい、行け。九州空港の究極高級航空機。すげえ、高級高級機だって俺。ちげえよ。合ってねえ。面白い。何一人で上がってんだよお前。羽田空港ダメ。ダメだよ。関係ない。呪文は変えちゃいけないから。行くぞ。なんで九州空港の究極高級航空機。九州急行の早そう急行だって。大変だ。楽しいこれ。ダメだ、こいつ。ダメだ、お前、ちょっと。全然ダメだ。お前やれよ、フクロウ。フクロウだよ。フクロウできる。だけ言ってたフクロウでしょ、やっぱり。いや、違う、さっきさ、2回噛んだから俺、なんか無理な気がしてさ。ね、もう忘れろよ、終わったことは。頑張れ。やるしかないよ。九州空港も OK。いえ、羽田でもいいかも。ダメだって。なんで海外羽田ってんだよ。どうぞ。行きます。
九州空港の究極高級高級機、九州空港の究極高級高級機、九州急行の高級高級高級機。これと同じ九州急行っつった。あと、あと、なんか、高級機っつってたよ。航空の、なんか、休憩入れてる。うるせえ！休憩を入れてる今。うるせえよ！ダメだよ、そんなんじゃ！早口に3回言わないといけないの！お前らが言えなきゃ意味ないの、うん、お前ら人間になりたいんだろ、そうだ、お前らやれよ。俺らやんなきゃ意味ねえんだ。どうする、よし、行けよ、かける。任せろ、かけるやってみろよ。九州空港の究極高級高級、え九、うん、嘘だろ、ちょっと。どうするよ。究極高級航空機。究極高級航空機。よし。お前無理だな。行くぜ。九州空港の究極航空機。やれよ。九州空港の航空機。もういいよ、お前。もうできない。やるのやらないのはっきりして、ちょっとね。早く。九州航空の。何？航空？ちげえよ。もうダメだよ、もう、みんな。ダメだ、やっぱりジェルしかいないよ。中高だね、分かった。よし。最後、ジェルが決めるから、みんな。俺が決めて。みんな、ちょっと集中しようぜ、気を。人間に戻る。オッケー。行くぞ。みんな。九州航空。よし。九州航空。九州航空の高級航空航空機。九州空港の究極航空航空機。九州空港の究極高級航空機。九州空港の高級航空航空機。楽しいね。いいのか今のは。もう無理だわ、もう。ていうか、もう許して帰れたわ。あー、よかった。よかった。よかった。ありがとうございます。優しい。これで人間に戻れる。いいんだな、これで。いよいよだな。ああ、短い間だったか。楽しかったよ。なんだよ、もうまとめに入ってんよ。そんなんじゃないさ。本当のことだ。ああ、わかってるよ。ありがとう。お前のおかげで戻る気にもなれたし、ただの石頭じゃなかったな。石頭だと？石頭じゃないない。まったく、口の減らないやつだな。よう、ヘナチョコ。なんだよ。ダンス対決。は？人間に戻る前に勝負しろ。納得いくまでやってやるよ。へえ、生意気。いいよ、来いよ。吠え面かくなよ、腰抜けが。ねえんだからな、本当の俺はこんなんじゃねえぞ。やめとけ、あまね。よし、勝負はついた。じゃあな、カエルども。かける？どうした？かける。やっぱ気持ちいいや。え？テル。あ？俺、やっぱカエルのまんまでいいや。何言ってんだよ。俺カエルのまんまでいい。バカ、何名残惜しくなってんだよ。そんなんじゃないよ。とにかく俺はもう人間に戻らなくていいんだ。お前、自分が何言ってんのか分かってんのか。分かってるよ。分かってねえよ。どうすんだよ、向こうで待ってる人たちは。親父さんは、ダンスは。ダンスならカエルになってからの方が楽しいし。本気か。本気だ。親父さんは、お前のことすげえ心配してるぞ。いいよ、親父は。え？疲れるんだ。親父といると息が詰まるんだよ。うち母さん早く亡くしたからさ。俺小さい頃すげえ寂しかったんだ。親父はそんな俺に何か打ち込めればって考えてくれて、ダンスを教えてくれたんだ。楽しかったよ、すげえ。でもいつからだろう、大会とか出て必死に踊ってるうちに、踊るのが苦しくなって。そしたら負けだよ、大会で。だけど
だけど親父はもっと頑張れもっと頑張れって言うんだ。それで俺思ったんだ、親父は俺のためじゃなくて周りに自慢するために俺に踊るようにならせてたんだって。そう思ったら親父の言うことを信じられなくなってさ。だからもういいんだ親父は。言いたいことはそれだけか。それだけか。出る、お前はちっと親父さんのことが分かってねえ。夏休みに入った頃お前に電話したら覚えてるか。大会で負けた後さ、こっちに遊びに来いって言ったやろ。俺が何だよ。あれお前の親父さんに頼まれたんだ。え、お前の親父さんから電話があって、カケルのこと頼むって俺頼まれたんだ。お前の親父はな、大会で負けて落ち込んでるお前のことを考えて、あえてお前を一人にしてやろうって思ったんだよ。親父さん気にしてた。最近お前が楽しくなさそうだって。親父さんはお前が苦しんでること知ってたんだよ。お前は恵まれてるんだ。親父さんに守られてきたんだよ。そんなもんだったのか。その程度だったのか、お前の本気は。なあ、かける。どうして、人間はみんなそんな寂しそうな顔をするんだろう。テルもそうだった。何かを抱えて寂しそうな顔をする。やっぱり人間とは辛い生き物だな。人間楽しいことばかりじゃねえよ。だけどだからこそ辛いことを乗り越えた時の喜びはまた格別なんだ。だから人間やめられねえんだよ。俺もそう思う。え、かける、お前の親様はかけるにもっともっと大きな喜びを知るために頑張れと言ってるんじゃないだろうか。お前は悪い奴じゃない。だからお前の親様も悪い大人ではないように思う。きっとお前のことを考えているはずだ。俺にも一言言わせろ。なんだよ。さっきのダンス楽しくなかった。負け惜しみか。違う。お前のダンスは勝つためのダンスだ。そんなダンス見せられても俺は楽しくないんだよ。人間になりたいと思ってたけど、もういい。勝ち負けのために踊らなきゃならないなら俺は一人なくていい。お前の親父様もたかが知れてる。こんなつまらねえダンスを教えるんだからな。だからお前は負けたんだ。つまらねえダンスしやがって。言い過ぎだもんね。うるせえ。撤回しろ。は？俺のダンスはつまらなくねえ。親父のダンスはつまらなくねえ。実現かける。つまらねえよ。つまらなくねえ。やばれ。だったらもう一度大会で勝ってみろよ。そしたら認めてやるよ。ああ、いいよ、絶対勝ってみせる。てめえ言ったな。言ったよ。じゃあ戻るんだな、人間に。戻るんだな、人間に。まったく、何を言い出すのかと思えば。やるじゃん、バカのくせに。は？バカのくせに。何回も言うな。ああ、ムカつく。バカにはめられた。バカじゃねえ。バカだよ。いいのか、もう一緒に踊れなくなるんだぞ。
お前は人間に戻ってつまらねえダンス踊ってりゃいいんだ。人間に戻ってつまんねえダンス、ここに踊りに来るから見に来いよな。ああ。そん時ピンクのカエル見つけたら、見つけたら必ず踏みつぶしてやる。それだけは勘弁してくれ。それはかわいそすぎるよ。お前が言うなよ。え？今まで何回踏まれてると思ってんな。俺が？お前が。踏んだ？踏んだ。嘘。全然気づいてなかったのかこいつ。これからはピンクガエルとブルーガエル見つけても踏まねえように気をつけてやるよ。よろしくお願いします。はいはい。でも人間に戻ってしまったらここであったことすべて忘れてしまうんだよな。俺たちのこともわからなくなってしまうのか。しょうがねえな。それじゃ踊ろう。なぜそうなる。悩みに入った時は踊りに限る。お前は悩んでなくても踊るだろう。バカ、こんないい雨が降ってんのに踊らねえなんて帰る資格、いやダンサー資格だ。ダメだぞ。雨の日にあしゃぐと車に行かれるって先生に言われただろ。ひろち、ぴょんきちー、もう呼ぶな。あー、ひろちさんにぴょんきちさん、それではありがとうございました。二人のおかげで無事に助かりました。大丈夫だった？大丈夫だった？大丈夫、いない。ほら、お前ら早くお金の儀式を始めなさい。踊ってからな。いいぜ、俺も踊らった。お前は踊れない人だろ。お前のダンス見せてやるよ。クロン。わあ、お前らまでまさか。はい、そのまさかです。踊りに来ました。おー、いい。こうなったら俺様の決して人前では見せてあげない本気のダンスをお前らに見せてやる。ビビるんじゃねえぞ。ああ、それは人前で見せない方がいい。うまく言えないけど嬉しかったよ、お前たちに会えたこと。元気でな、哺乳類。元気でな、両生類。おい、子供がカエルのケツに何か突っ込んで爆発させようとしたら注意してくれよな。あ、カエルのキャッチボールも禁止にするよ。ありがとう。こっちこそ、いろいろとありがとう。じゃあな、みんな。ああ。忘れないでくれよな。
俺たちのこと忘れない。忘れないよ。絶対に忘れないから。俺たちは最高の仲間だ。ああ。バイバイ、カエルども。Rocks.